有吉さん、僕のフィアンセこと板野友美ちゃんがツイッターで最近ずっとローテーションとちょっとブルーなことをつぶやいてました、うん、ともちん大丈夫だよな。だってこの間ツイッターで報告したように、俺はいつだってともみの味方だし、応援しているし、結婚する約束忘れてないからな。俺に会えないからローテーションになっちゃったのもよくわかるよ。そういえばともみはシャイだから俺のことブロックしちゃったみたいだけど大丈夫、テレビとかでカメラ越しに俺に向かって微笑んでくれてるのわかるし、AKB の歌に出てくる君っていう言葉は全部俺に向かって歌ってくれてるんだもんな。今度の握手会でデートできるの楽しみにしてるよ。手のひらからたっぷり俺のエキスを送ってあげるからね。怖いよ、怖いってもう、怖すぎるよ。とびっこさん、だからもうとびっこさん、事件の匂いするよそれ。事件の匂いイエローです。イエロー出ましたね。とびっこさん久々にイエロー出ました。久々に出ましたイエロー。ラジオのとびっこ、あゆさん、僕の新しいフィアンセこと小島春菜ちゃんがツイッターで、この時間はラーメン食べたい、もうすぐ有吉系 AKB 共和国だよ、見てねとつぶやいていました。春菜、23歳は性的ホルモンの分泌が抑えられない年頃だし、ブス出荷量日本一の埼玉が生み出した数少ない例外という重責に押しつぶされそうなのもわかるよ。だからって俺の極太縮れ麺と特製パイタンスープを飲みたいだなんて公共の場で書いちゃダメだぞ。あと仕事を忘れてテレビの収録中カメラに向かって俺にばっか微笑むのやめちゃいな。共演してる有吉さんは俺がすげえ尊敬してる人なんだから、迷惑かけちゃダメだにゃん。周りに気を使って、春菜は俺のことブロックしちゃったみたいだけど、俺は春菜の味方だし、春菜も俺のことを好きでたまらないのは伝わってるよ。今から春ちゃんのために大好きな白濁濃厚スープ仕込むよ。じゃあね。やめ怖いな。怖いです。でも松崎こういうタイプだろ。いやいやいや、そうしないの。いや、なかなかあのそういう実際の女性にはやっぱりいけないですから。あれなんじゃないの、漫画の声優さんとかの架空のものに送ったりするんじゃない。いや、はもう僕からはメッセージ送らないです。送らない。あの僕という存在が、うん、やはりあの向こうの目に見えてしまうと申し訳ないっていう気持ちがやっぱりあるので、うん、だからあの返信とか黙れ変態気持ち悪いな。バカよ。聞かれてこないですけど、しょうがないラジオのとびっこ、ボクシングで金メダルを獲得した村田亮太選手がインタビューで座右の銘を聞かれ、高校時代の恩師からアドバイスされた、努力したからといって必ず報われるわけではない、でも努力しないと報われない、という言葉を挙げていました。おい高橋みなみ、お前が偉そうに口走ってた努力は必ず報われると比べてどうだ、全然深みが違うだろう。そもそも努力が必ず報われるんだったら、なんで俺は入れ上げたキャバ嬢を毎日のように指名し、同伴アフターも付き合い、給料貯金はもちろんのこと、消費者金融やカードの現金枠まで利用して努力したのに、報われるどころかキム客としてデキン食らってるんだ。分かったらこじはるの陰謀とは言わないから、飲みかけのペットボールし元ロシ球をしろって。最悪だ。あげよ、終わり。ラジオネームとびっこ山大塚のデリヘル嬢ズラことモーニング娘。の安田圭ちゃんがブログでこんなことを書いていました。今回はテレビでは初めて挑戦させていただきます。キスシーン、もしかしたらね、ファンの皆さんは傷ついちゃったりするかもしれない。でも私は女優というお仕事が大好きなんです。ケイちゃんキスするの聞いてめっちゃ傷ついたと言うとでも思ったか。
どうせ挑戦するんだったらケツの穴に何本人参を入れられるとか、乳首で何リットル水を持ち上げられるとか、そういう昔のソフトオンデマンドの企画 AV っぽいプレーンでも挑戦してろしてろ。周りに気を使って春菜は俺のことブロックしちゃったみたいだけど、俺は春菜の味方だし、春菜も俺のことを好きでたまらないのは伝わってるよ。今から春ちゃんのために大好きな白濁濃厚スープ仕込むよ。じゃあね。いや怖いです。でも松崎こういうタイプだろ。いや多分しないの。いや、なかなかあのそういう実際の女性にはやっぱりいけないですから。だからあれなんじゃないの、漫画の声優さんとかの架空のものに送ったりするんじゃないの。はもう僕からはメッセージ送らないです。送らない。あの僕という存在が、うん、やはりあの向こうの目に見えてしまうと申し訳ないっていう気持ちがやっぱりあるので、うん、だからあの返信とか黙れ変態気持ち悪いな。バカよ。聞かれて答えるって。ラジオのトビッコ。ボクシングで金メダルを獲得した村田亮太選手がインタビューで座右の銘を聞かれ、高校時代の恩師からアドバイスされた、努力したからといって必ず報われるわけではない、でも努力しないと報われない、という言葉を挙げていました。おい高橋みなみ。お前が偉そうに口走ってた努力は必ず報われると比べてどうだ、全然深みが違うだろう。そもそも努力が必ず報われるんだったら、なんで俺は入れ上げたキャバ嬢を毎日のように指名し、同伴アフターも付き合い、給料貯金はもちろんのこと、消費者金融やカードの現金枠まで利用して努力したのに、報われるどころかキム客としてデキン食らってるんだ。分かったらこじはるの妹は言わないから、飲みかけのペットボールし元ロス級が死ぬんだ。最悪だ。あげよ、終わり。ラジオネームとびっこ山。大塚のデリヘル嬢ズラことモーニング娘。の安田圭ちゃんがブログでこんなことを書いていました。今回はテレビでは初めて挑戦させていただきます。キスシーン、もしかしたらね、ファンの皆さんは傷ついちゃったりするかもしれない。でも私は女優というお仕事が大好きなんです。ケイちゃんキスするの聞いてめっちゃ傷ついたと言うとでも思ったか。どうせ挑戦するんだったらケツの穴に何本人参を入れられるとか、乳首で何リットル水を持ち上げられるとか、そういう昔のソフトオンデマンドの企画 AV っぽいプレーンでも挑戦してろしてろ。になっちゃったのもよくわかるよ。そういえばともみはシャイだから俺のことブロックしちゃったみたいだけど、大丈夫、テレビとかでカメラ越しに俺に向かって微笑んでくれてるの分かるし、 AKB の歌に出てくる君っていう言葉は全部俺に向かって歌ってくれてるんだもんな。今度の握手会でデートできるの楽しみにしてるよ。手のひらからたっぷり俺のエキス送ってあげるからね。怖いよ。怖いってもう。怖すぎるよ。とびっこさん。だもん。とびっこさん。事件の匂いするよ、それ。事件の匂い。イエローです。イエロー出ましたね。とびっこさん、久々にイエロー出ました。久々に出ました、イエロー。ラジオのとびっこ。あべさん、僕の新しいフィアンセこと、小島春菜ちゃんが、ツイッターで、この時間はラーメン食べたい。もうすぐ有吉系 AKB 共和国だよ。見てね。とつぶやいていました。春菜、23歳は性的ホルモンの分泌が抑えられない年頃だし、ブス出荷量日本一の埼玉が生み出した数少ない例外という重責に押しつぶされそうなのもわかるよ。だからって俺の極太縮れ麺と特製パイタンスープを飲みたいだなんて公共の場で書いちゃダメだぞ。
あとは、あと仕事を忘れてテレビの収録中カメラに向かって俺にばっか微笑むのやめちゃいな。共演してる有吉さんは俺がすげえ尊敬してる人なんだから迷惑かけちゃダメだにゃん。周りに気を使って春菜は俺のことブロックしちゃったみたいだけど俺は春菜の味方だし春菜も俺のことを好きでたまらないのは伝わってるよ。今から春にゃんのために大好きな白濁濃厚スープ仕込むよ。じゃあね。いや怖いな。怖いです。でも松崎こういうタイプだろ。いやいやいや、そうしないの。いや、なかなかあのそういう実際の女性にはやっぱりいけないですから。あれなんじゃないの、漫画の声優さんとかの架空のものに送ったりするんじゃない。いや、はもう僕からはメッセージ送らないです。送らない。あの僕という存在が、うん、やはりあの向こうの目に見えてしまうと申し訳ないっていう気持ちがやっぱりあるので、うん、だからあの返信とか黙れ変態気持ち悪いな。バカよ。聞かれて答えてるから。ラジオのトビッコ。ボクシングで金メダルを獲得した村田亮太選手がインタビューで座右の銘を聞かれ、高校時代の恩師からアドバイスされた、努力したからといって